こんにちは、ボディメイクトレーナーの中塚ゆかりです。今日も一緒にトレーニングとストレッチをしていきます。今日はですね、このストレッチポールというこう丸い棒みたいなものなんですけど、これを使って背中ですね、背中に当てて背中は肩甲骨周り、手を動かす可動域がねすごく広がって、関節がしっかりほぐれます。これを使っていきたいと思います。これはスポーツ店とか行ったら売ってます。もしね、ご購入の方はそういうところで買われたら売ってますので、じゃあ寝ますね。真ん中に置きます。最初お尻のところで引きます。で、頭のところまで、ね、首のところまで来るように寝てください。で、背骨がね、まっすぐになるところにしてくださいね。グラグラします。足を開いて、で、背骨のところに当たっているっていうね、真ん中を意識をしてもらったら、手をね、手のひら上にしてもらって、このまま手を上げたり下ろしたりするだけでいいです。で、普段この床に使っやるときはこの高さでやるんですよね。この床がこの高さだと思うんですけど、この部分ですね、このポールの部分だけ下に下がることで、よりこの脇のところがですね、しっかり大きく動きますので、ゆっくりただ動かしてもらうだけで、いつもよりも肩甲骨がね、しっかり動きます。使ってください。なんかこの辺が詰まるなとかね、いうところがあると思いますので、ゆっくりゆっくり上げてください。自分で気持ちいいなと思うところでいいので、全然難しくありませんのでね。一回休みます。そしたら手を上げて合わせてください。で、まっすぐ上に上げてください、はい、ずっと上げていくと、この肩甲骨のところから手が上に上がっていきます。はい、上げたり下げたり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 。これは肩の運動じゃなくて、肩甲骨のところから腕を動かすという練習になっています。はい、では今度は肩から万歳の位置です。これも同じように上げたり下げたり、この肩甲骨のところをふーっと伸ばしていきます。ふーっと伸ばしていきます。この辺りですね、ゆっくり伸ばしていきます。このようにポールの高さを使って、普段伸びないこの肩甲骨のところですね、しっかりとこう動かしてもらうことによって、肩周りがほぐれてきます。肩周りがほぐれてきて、これもまっすぐに背骨がなってきますのでね、ぜひやってみてください。